26回は速さの文章題です。今まで速さの基本的なこと、公式だとか、それから線分図を書くこと、旅人算などを勉強してきたんですけれども、今回と次回でそれらを全部ひっくるめた文章題、まあ、ちょっと応用的な要素が入ってくるんだけれども、そういったものでさらに速さの問題にいろいろと慣れていってほしいと思います。さて、まず例題1なんだけれども、これは学習のポイントで書いてある比の処理のところになります。つまり具体的な距離とかが分かっていなくても比だけで答えが出るよっていう話なんだけれども、まず今分かっているのが距離と速さの比が分かってるんだよね。さて、速さのちゃんと公式頭入ってるかな。おはじき、でここがかけるで、こことここが丸なんだけれども、今具体的にきちっと数字が分かってるのは時間なんだよね。時間がトータルでどれだけかかったって分かってるんだけども、距離と速さは比なんだよね。つまりまあ距離ある速さ、これね、比って距離と速さ、比の式を作って比の距離割る比の速さで時間も比で出して、それをきちんと分かってる時間と結べば普通の一丸解法になる。ということで、まずここが距離の比、距離割る時間で速さなので上に距離の比を書きます。で、距離の比が今15対4、それから速さの比が、速さの比が今10対3、こうやって書くと距離割る速さで時間が出るので、次に時間の比が出るよね。はい、これを割ると、まあ、15割る10だから2分の3って書いておくか、分数にしようかな。2分の3対4割る3だから3分の4というふうに時間の比が出ます。で、比は必ず簡単な整数比にするんだよね。なので、まあ、今これ分数だから通分して6分の9対6分の8で、まあ、速さの比が電車とバス9対8ということが分かるんだよね。で、ここまで来たらこれを丸で括弧、どうしようかな、丸で括弧ものは後からでしょ。9対8なので、これ一丸解放にすると、この電車でかかった9とバスでかかった8、これが全部で1時間42分かかったと。1時間42分なので102分とか言っておこうか。分かる。なので、まあ、17丸が102分だから1丸が6分ということが分かります。1丸が6分ね。で、今聞いてるのは電車に乗ってた時間だから電車は9だよね。なので90が54分というふうに答えが出ます。比だけだとね、簡単な数字で全部処理ができるからすごく楽だよね。続いて例題に 100m 走の問題です。この問題はかなり入試でもよく見かけるので、ぜひマスターしてほしいと思います。普通に読むとね、一見簡単そうなんだけれども、実はその距離と速さと比のところがちゃんと分かってるかどうかというのが、この問題が解けるかどうかで一発で見抜けます。もしこの例題2でやってることがよく分からなかったら、ぜひ速さと比のところね、戻って復習してください。さて、今 100m を兄と弟がそれぞれ、お兄ちゃん12秒で走るんだよね。弟15秒で走るんだよね。これだけが分かってると。で、具体的にお兄ちゃんの速さを例えばさ、100÷12でふにゃふにゃって出してもいいんだけれども、まあ、割り切れないし、分数になったりするしね、ちょっと面倒です。こういう時はやっぱり比をちゃんと使いましょう。で、今 100m を、つまりこれ同じ距離だよね、距離一定が使えるんだ。 100m をこれだけの時間で走るということなので、まず距離一定から距離一定なので
兄と弟のまず時間の比が分かってるよね。 100m を走る時間が今12秒と15秒かかると。でまあこれ簡単な比にしておきましょう。で距離一定の時は時間と速さは普通に比例するんだった？逆比になるんだった？どっち？逆比だよね。そう、距離一定の時は逆比です。だから速さが5対4ということが分かります。とさて今この問題で聞いているのは 100m 走兄弟でよーいドンってして2人同時にスタートするのね。でお兄ちゃんがゴールした時に弟はどこにいますかってことを聞いてるわけよ。弟の方が足遅いからお兄ちゃんより後ろにいるよね。じゃあ今度は比で言うと何一定が使えるかな。よーいドン、白丸からゴールしたとこの黒丸まで、これは時間一定なんだよね。白丸から黒丸まで時間が一定が使えるので、時間一定より兄と今弟の速さの比ここで出したよね。速さの比が5対4ですよ。そうすると残りの進んだ距離の比が出る。距離の比が、これは時間一定の時はそのまま比が使えるんだよね。5対4と。で進んだ2人の距離の比が、まあ、お兄ちゃんが5進んで弟が4進んだっていうことが分かるんだよね。なのでお兄さんの5丸が 100m と、で1丸が20なので弟は 80m 進みましたよと。つまり、まあ、お兄さんから見て 100-80 の 20m 後ろにいますということが分かります。ね、結構短いシンプルな問題なんだけど、この一定っていうのをいくつか使うので、これはぜひぜひ理解してマスターしてください。続いて例題3は、今度は距離が分かってないという問題。算数ではよくね、速さに限らず文章題とか、まあ文章題かな、文章題で結構多いんだけど、全体が分かってない、まあ、文章題でも仕事算とかね、いろいろあるんだけども、全体の量が分かってない時に自分で勝手に1って置いたりとか、それから最小公倍数で置くっていう解き方をすることがとても多いです。で今その距離が分かんないんだよね。で距離を適当に自分で勝手に決めちゃいたいんだけれども、この距離を置くときに、まあ、万能選手は1丸なんだけどもね、1丸メートルと置くと。ただ1で置いても解けるんだけど、1で置くと結構分数とかが出てきて計算が面倒くさくなるのね。なので算数として一番おすすめなのは最小公倍数、出てきた数字の最小公倍数で置くのをおすすめします。さあ30と45の最小公倍数、出し方覚えてますか？大丈夫？暗算でいけたら嬉しいんだけどな。暗算が無理だった最小公倍数ってこうやって解いていくんだったよね。でここを両方割れるもの、だからこの場合例えば5だったら6と9で、あまだいけるなって、3で2と3あおしまいだなっていう風にね。で全部かけたのが最小公倍数、まあ、この場合全部かけたら90になります。なので距離を勝手に90丸メートルと置こう。そうするとね、はい、このおはじきの回答効果、おはじきかける割る割る距離割る速さで時間が出るので、行きにかかった時間が90丸割る30で3丸分かかる。それから帰りが90丸割る45で2丸分かかる。こんな風に計算することができます。
最小公倍数で置くと出てくる式と答えが整数で出てくるからすごく楽なんだよね。で、これ両方合わせて何分だったかな、40分かかったって言ってるから10が8分。で、今家から学校までどれだけありますかって聞いてるので、まあ一応両方とも何分かかったか出そうか。10が8だから、まあ、行きに24分かかって帰りに16分かかったってことが分かるんだよね。で、家から学校の距離をもし行きの数字を使ってやるんだったら、これとこれを使って解いたらいいよね。 30×24 で 720m。 当然帰りで計算しても距離一緒じゃないとおかしいよね。こういう時に検算として使えると結構強いかな。帰りでもやってみると 45×16 で、これ計算すると720になるでしょ。だからまあ両方でやって答えが一緒だから、まあ、合ってるのかなっていうことが分かります。さて、応用問題です。いわゆる歩数と歩幅の問題といわれる問題で、かなり難しいんだけれども、これも品質なのでちょっと一緒に頑張っていきたいと思います。まず問題が必ず条件が2つ書いてあるんだよね。まあこれが今姉と妹で別に親子でも何でもいいんだけれども、誰かが何歩かで行く距離をもう一人の人は別の歩数で行くよっていうことと、片方が何歩か歩く間にもう片方は何歩か歩きますと、この2つが出てくるんだよね。で、必ずこれは歩幅と歩数、この2つを考える問題なので、文章を読んでまずこの文は歩幅を言っているのか歩数を言ってるのかってことを把握してほしいのね。で、今この問題、最初は姉が4歩で歩く距離を妹は6歩で歩く、これは歩幅か歩数かどちらのことを言ってるか分かるかな。図に書いてみようか。距離があって、で、姉が4歩で行く、1,2,3,4 と行く距離を妹は6歩で行きますよと、1,2,3,4,5,6。当然姉の方が1歩が大きいよね。で、これは歩幅のことを言っています。で、姉と妹の歩幅の比なんだけれども、この文章が歩幅を言ってるということが分かったら、歩幅で姉4歩で妹6歩だから4:6って書きたくなっちゃうかもしれないけど、ちょっと待ってね。今この図を見たら分かると思うけど、姉の方が1歩が大きいよね。なので、実はこの文章からは姉と妹の歩幅の比は逆比になります。でもそれを暗記しては忘れてしまうし意味がないので、どうしてそうなるかってことを毎回自分で出せるようにしてほしい。今例えば姉が4歩妹が6歩、じゃあ例えばこれだけの距離をさっきの問題みたいに最小公倍数で置いてみよう。4と6の最小公倍数は12だから、例えば12〇〇を進むと考えてみよう。そしたら姉の一歩って12〇〇4で30になるよね。妹の一歩って12〇〇6で20になるよね。だからこれで姉と妹の歩幅が3:2だなってわかるでしょ。まあさっき逆比ということを言ったんだけども、まあ、これ逆比にすると6:4じゃない。6:4を簡単にさ3:2になるんだけれども、よく文の意味がわからなかったら、算数のいいところは自分でこうやって数字を置いてみて自分が納得するように式と答えを出すことができるところなんだよね。だから
まあ、自分でこうやって最小公倍数でも1でもいいんだけど距離を置いてみて具体的に分からなかったら出しちゃっていいです。あの逆にしても自分で置いても答えは必ず一緒になるからね。で次、じゃあ今度歩数、歩数これは何て言ってるかっていうと、姉が4歩歩く間に妹が5歩歩きます。意味わかるかな。姉と妹がよーいどんって言って、よーいどんって姉が1,2,3,4って進む間に妹はちょこ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 って5歩進むっていう意味なのね。まあ歩幅が小さいからその分小回りが効くね。ちょこ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 って進むって話なんだけど、これはそのままだよね。姉が4歩妹は5歩だから歩数は4対5になります。さあこの2つが出たら、学習のポイントでも書いてあるんだけれども、歩数と歩幅をかけると速さの比が出ます。速さの比、ね、これとこれをかけると 3×4 で 12、 2×5 で 10 と、で簡単な比にして速さの比が6対5というふうに出ます。さて速さの比が6対5というところまではこの歩数と歩幅の問題の基本なんだけれども、ここからが応用問題らしいちょっと難しいところに入ってきます。妹が30歩先に進んでから姉が追いかけると、線分図に書いてみるとどういうことかというと、妹が先に30歩進んでます。これから姉が追いかけるから、ここが黒丸同士になるんだよね。で追いつきましたと、まあ、こういうことになるんだよね。さあこの黒丸から×っていうのは時間一定だよね。だから時間一定より、まず姉と妹の速さの比が今6対5って出てるから、残りの距離の比が出るよね。で時間が一定だからそのまま比例して距離の比が6対5と、つまりこの黒丸から×までの距離というのが、姉は6丸、妹は5丸ということがわかります。そうすると、ここってさ、6と5の差で1丸って出るよね。だからこの1丸は妹の30歩ってことがわかる。つまりまあここ、108、見にくいかな。黄色で書こうか。姉が進んだのは180歩分誰のって言ったら妹の180歩分ってことが分かるのね。さあ今は妹の歩幅でじゃなくって姉の歩幅で何歩かってことが知りたい。そしたら歩幅が3対2ってさっき出てたよね。妹の180歩っていうことは、じゃあ例えばこの歩幅、そうね、四角とでもこうか、5丸使ってるからね、四角って置いてみるとここの距離ってどうなるかなって言ったら、妹の一歩が2四角ですと、妹がこの歩幅で180歩進むっていうことは距離としてはこうなるよね。だからまあここがまあ360っていう距離になるかなって分かる。ちょっと見にくければここを例えばセンチって置いてみようか。そしたらここの距離がこう出るよね。でこんだけの距離を、姉の歩幅は3だから3四角なので、これだけの距離を姉はこの歩幅で進むと120と、だから姉の歩幅ならば120歩でこっからここまで行けるということがわかります。
もちろん、ね、さっき180歩って妹の方が出たから、まあ、これでね3対2っていうことはお姉さんの方が歩幅が大きいから、これで3分の2で120歩って普通に出してくれてもいいんだけれども、まあここね妹の30歩っていうところがポイントなので、そっから先ちょっと頑張って考えてみてください。